うんうん。ちょっと,ちょっと喉の調子悪いっていうか、なんかちょっと、そういう喉に薬とか発明してほしい。なんか言ったじゃん昔、エジソンとかっていう人。あの人、電球作ったりさ、電話作ったりしたり、テレフォンっていうのを作ったりしてるわけじゃん。あともやっぱそういうのに、私はなりたいかなとって思うんだよね。それでは聞いてください。 あんちで。あんた二ちさん。 散歩する。あんかまちの自尊心歌う。え自尊な自尊心。っていう歌あるじゃない。私あれ嫌いじゃないっていうことで、今日はこれぐらいにしてきます。ちゅ。チャンネル登録よろしくね。